どうも、ムラテです。おかげさまでチャンネル登録者が100人突破することができました。ありがとうございます。ありがたいことにね、役に立ったとかね、分かりやすいって言ってくれる人がいるのはね、本当に励みになっております。で、今日は挑戦をテーマに少しだけYouTube を始めたきっかけとか、YouTube をやっていく上でこうベースとなってる思いみたいな話をしていこうかなと思います。理由は2つあるんですけど、まず1つ目は、身内とかローカルレベルでは、まあ、分かりやすいって言われるんですよ。でもそれって結局補助もできるし、対面でねリアルに教えられるから、ある意味当たり前かなっていうふうに思ってたんですね。だからそこを超えて、このネットでローカルを出て映像を通してどんだけ通用するのかなっていうのを試してみたかったんですよね。それが一つ。自分はずっと器械体操やってきて本当にすごい大好きなんですけど、ある時部活の友人にねこう言われたんですよ。なんか人に教えてる時の方が生き生きしてるねっていう風に言われて、それでまあ自分でね体操するのも大好きなんだけど、人に教える方が自分の中のレベルで教えるっていうことが輝くんだなっていう風に思ったんですよ。で、2つ目がこれちょっと長いんですけど、自分には自由に行きたいみたいな夢があるのに、なんか毎日同じことの繰り返しじゃない？今を変える何かやってなくないって思ったんですよ。今日決意して明日頑張ろう、今日から頑張ろうみたいなのは今まで何度もあった。だけど今日寝て次の日起きたらまた同じことしてるなってある時気がついたんですね。ある時っていうのはメンタルが死んで脳内がねネガティブでいっぱいになった瀕死状態の時ですね。で、このね瀕死状態になると、僕の場合ね、すごい活力がみなぎってきたんですよ。くっそーとか、その瀕死状態になった原因をぶち壊そうと、やってやるわ、くっそーみたいな感じで活力がみなぎってくると。で、僕はね、これをね、サイヤ人効果と呼んでいるんですが、文字通り死にそうになればなるほど、そこから這い上がった時にパワーアップするっていう感じですね。で、この瀕死状態、サイヤ人効果を得られずに、その折れちゃって、心が折れちゃってそのまんま亡くなってしまう方もたくさんいるんですけど、僕はね幸い這い上がることができたんですよ。サイヤ人効果は何度か体験してるので、自分目線だとピンチはまさにチャンスで、今辛い人は逆転ホームランを狙える可能性は十分にあると思うんですよね。で、そんな時に心理学に出会うんですよ。メンタリスト DAIGO さんですね。で、その中で自分を変えるには、今を変えるには、どんな些細なことでもいいから何かを変えるといいよっていうことを知ったんですね。例えば通勤通学路を変える、そんなことでもいいんですよ。で、新しいことをする、つまり通勤通学路を変えるっていうのは何か新しいことの挑戦なわけですよね。で、その小さな挑戦、小さな変えるっていう積み重ねは噛むな。で、この小さな挑戦をするっていうことがものすごく大事で、小さな挑戦をして小さな成功が生まれる。で、この小さな成功を積み重ねていくことによって、あ、自分ってやればできるんだな、こんなことできるんだなとか、その成功が自信につながっていって、次もなんか新しい挑戦してみようかなっていう気になっていくんですよ。で、そうすると一番最初に言った違うことをやっていくことが自分を変えるっていうところで、どん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 なんか違うことをね、新しいことをやっていけるようになるんですよ。そうすると知らず知らずのうちに今の自分とは違うことをやっていくから自分が変わっていけるっていう、そういう感じですね。で、そうなるよって知ったから、じゃあ実際に試してみようかと思って小さいことを積み重ねていって、それで YouTube を始めたと。一番最初はやっぱりね、 YouTube は抵抗あったんですよ。だけど小さなことを積み重ねた結果、じゃあちょっと YouTube やってみようかなっていう気になれて始められたっていうわけですね。そして今は動画にはしないんだけど、パルクールとかトリッキングっていうアクロバット系の異文化、体操とはちょっと違うアクロバットだよね、にも挑戦してて、それでね、やっぱりね、共通してるスキルっていうのはあるんだけど、ちょっと根本が違ったりとかするし、やっぱりね、難しいんだけど楽しいです。で、それからね、学びがあるんですよ。で、どういうところが学びかっていうと、スポーツ特性っていうのももちろんあるんだけど、彼らのね、跳ねる床とか道具とか、優しい、着地に優しいマットを使わないっていうところがね、すげえなって思うんですよ。アクロバットって普通体操も含めて
めっちゃ危ないから過保護に練習するべきなんですよ。過保護にこれでもかっていうぐらい。だけど体操ですら部活が少なくって、そもそもそういう環境が少ないんですよ、練習できる環境が。で体操ですら少ないのにそういうアクロバット系はもっと少ないと。だから練習できない。じゃあ練習できないとどうなるかっていうと、そりゃもうね、練習したかったら外って話になるよね。だってもう外しかないんだからさ。で芝地面もっと強いところで言ったらコンクリートっていう話になるんだけど、それを言い訳しないで、環境に言い訳しないで練習しようっていう気持ちがすごい。そこが一番すごい。でもさ、その結果こう自分の周りにいるアクロバット系の人たちを見るとやっぱり上手いんだよ。当然だよね、跳ねないからさ。自分の体を強くするしかないし、自分の体をうまく使うしかないんだよ。そうしないと成功しないから。で着地も優しくないから、体操の着地マットみたいに優しくないから、失敗したら痛いだろうしね。だから体をうまく動かすっていうところにもなんか拍車がかかるしさ。でメンタルも強くなるよね。その挑戦しないと、頑張らないとできないから、メンタルも強いよね。だからそういう向上心、それから恐怖心に対するハートも強いなって思って、すごいなっていうところで学びがあるんですけど、なんかそういうことをさ思うとさ、自分がやってきた練習環境ってぬるいのかなってこう対比だと思っちゃうよね。あとはバク転とかバク宙に興味はあるんだけど、今の自分の状態がゼロとかマイナスの状態だから練習やれないとかやらないとかっていう人もプラスに持っていけないかなとか、アクロバットにね興味がない人にも、そのアクロバットに使えるトレーニングとか心理学とか、そういう全ての要素を使って応用できないかなとか、あとは他に自分は何ができるのかな、どんなことができるのかなって挑戦してます。そうすると自分の中の可能性も発見できるし、未来の可能性がどんどん広がっていくんだよね。それがすごい楽しいです。今回はそんな感じで挑戦がテーマの話だったんですけど、この話がね誰かの何かの役に立ったりとか参考になれば最高ですね。以上、村戸でした。バイバイ。